トンガの隣国フィジーにテレビ朝日社会部の松本健吾記者がいます松本さんフィジーは今どんな状況でしょうかはい私がいるフィジーはトンガからおよそ800キロ離れています、えー、海底火山が噴火した際、えー、フィジーにも、えー、津波は来たんですけれども、えー、その被害は少なく、えー、死者はゼロでしたうん このフィジーは今今そちらはどこにいらっしゃるんですかフィジーのはい、えー、私は今フィジーの、えー、北西部ですね北西部にあるナンディという町にいます、うん、こちらには、えー、国際空港があってアメリカや、えー、オーストラリア、えー、そこから国際線が乗り継いでいますなるほどトンガからの距離はまあそのそこまで遠くはないということですが被害は大きくなかったということなんですね。 はいそうですねあのフィジーも、えーまあ、トンガと同様に小さい島が、えー、その領土内にはたくさんあるんですけれどもその中で、いわゆるあのラウ諸島というところがトンガに近いところにあるんですね、えーえー、そこでは、えー、津波の被害が一部確認されたということです、うんえー、ただ、私がいるこの大きな、えー、首都のある島に関しては、えー、ほとんど、えー、津波を、えー、計測されず被害はありませんでした。うん ただ今回、やはり話題になっているこのトンガはかなり被害が大きかったということなんですが、やはり日本にはまだその被害の全容というのが大きくとどろいてきていないような状況なんですね、詳しくトンガの今の被害状況を伺えますでしょうか、はいえー、トンガでは、えー、海底火山の噴火から、えー、そろそろ10日がたとうとしています。 今も火山灰は町の中の至るところにあって道路も火山灰で埋め尽くされている状態ですまた電話の回線に関しては少しずつ戻ってきてはいるんですけれどもインターネットですねいわゆる SNS やそこで連絡を取るツールを使うデータはまだ戻ってきていません そのため写真や動画現地の映像を外にいる我々が見る機会は限られているのが現状ですまた死者は現在3名確認されています今回のこの規模でまだ3名というのは少ないように感じはいるではいるんですけれどもトンガには小さな島がたくさんありますそういった島の被害状況は分かっていないそれが現状です現状トンガの皆さんは まあこの火山灰にかなり苦しめられているとは思うんですけど、避難の状況などはしっかりできているんでしょうか、はいえー、トンガの首都がある本島に関してはいわゆる火山灰の被害ですね。 なので現在はレストランやスーパーなどは通常営業をしているところもあるということです映像を確認する限り車なども普通に走っているそういったところを見ることはできますたださっきも伝えましたけれどもあの小さな島が周りにたくさんあるんですね私の手元に入っている情報では三つの島が津波に襲われ全滅しているということですただそこでは死者などは出ていなくすでに 住民は、村民は本島のほうに避難していると、そこでシェルターを作って保護していると、そういった話が入ってきていますまたやはりこういうふうに津波ですとかこう被害があると、食料ですとか水が足りないというような話も聞きますが、現状、トンガはいかがですか。はい トンガに関してはやはり水が足りない、えー、きれいな水ですね、飲料水であったり、そういったものが足りないという状況があると言われています、うん、食料に関しては、まあ、いわゆるパンであったり、お米であったりとか、そういったものは現状は足りている、そういった話を今日住んでいる人から話を聞くことはできました。うん そそういったその水に関してはですね日本の自衛隊やオーストラリア空軍が輸送機、また輸送艦などを使って現地に送る手はずを整えていて先週末から少しずつ現地に入るようになっています日本人も、まあ、あの国の中にはあの噴火するような火山があったりしますけれども視聴者の中の質問にですね もう一度同じような噴火が起きる危険性はないのかというような質問が来ていますがこの辺りはどういうふうに情報として伝えられているんでしょうか、はい、今回の海底火山の噴火は非常に大きなものでした、うん、相当なエネルギーを使ったことは想定できるんですけれども衛星写真や現地の解析では海面の色が変わっている箇所があるということです。 それはつまり、まだ今も海底火山活発に活動しているところがあるとそういったことが言えると思いますなので可能性としてはもう一度大きな噴火がある可能性は否定はできないと思いますなるほど、まあ、そんな中でこうトンガへの直接の支援物資が届けられ始めているということなんですけれどもこのフィジーの位置づけというのはどういう位置づけなんですか はい、私、は今日午前中に取材したんですけれども、フィジーのスバという町には、ユニセフのオセアニアの拠点があります、こちらには私は倉庫の方を取材したんですけれども、支援物資ですね、水のタンクであったり、テント、また、女性用品などが所狭しと並べられていました、こちらの物資はチャーター便が手配でき次第すぐにトンガへと送られるということです。 フィジーはそういった民間の団体やまた国連の機関そういった場所が集まっていますのでいわゆるオーストラリアニュージーランド日本そちらがいわゆる軍の輸送機などで現地への支援をしている一方で国連機関や民間がフィジーを拠点に現地への支援を続けていきたいとそういった位置づけになっています。今回かかの 噴火が発生してからもう10日も経っている状況にもかかわらず、まだ物資が届けられていないような状況であるということは、その何か障壁があるということなんですか。はい。え、一番大きなま障壁というか原因はですね、やはり火山灰だと言えると思います。え、空港にもいわゆる輸送機などが発着する空港の滑走路には。 当初火山灰が大量に降り積もっていました火山灰があるとですねいわゆるエンジンに付着するとそうするとエンジンが故障して飛べなくなるということがありますそのため輸送機であっても巨大な輸送機であってもやはり火山灰というのは一番、えーまあ、障壁になりうるんですよねなのでそれが先週いっぱいをかけて地元の方々がまあ掃除をして発送路の一部はきれいになったんですけれども今もまだ周辺の草むらや木には 火山灰が積もっている状態だということです、うん、そのため民間のチャーターフライトなどもいわゆるそういったま故障の恐れがあるためになかなか現地に入れないそのためま限られた輸送機軍の輸送機などですねそういったものでま断続的に支援を続けるしかないというのが現状ですまた船での輸送というのも考えられますが、うんうん、先ほど伝えましたけれども海底火山は今も活発に活動していますその周辺を 迂回しながら現地に届けることが必要になるため、いわゆるこの周辺のフィジーを含めたオセアニア諸国では、なかなか難しいと、えー、船で輸送するのは難しいというのが現状ですそうするとその、まあ、軍隊が持っているようなあの輸送機、まあ、つまりチャーター便、まあ、チャーター便というかその飛行機を使わなくちゃいけないということだと思うんですけれども。 そほかにもトンガではコロナの感染のことについてもかなりこう厳重に言われているんですよね、はい。トンガはこれまで1人の感染しか確認されていません、うん、政府は徹底したコロナ対策ゼロコロナを早速に掲げていて世界でもまれに見る厳しい隔離制限を要求していました。 その要因はですねやはりトンガは医療体制が脆弱で島も多いことから一旦感染が広まるとそれを収束することが難しいと病院での治療が難しいということが挙げられますそのため今回の支援便に関しても滞在することはできません支援物資を届けたらそのまま自国へ帰ることになりますまたた荷物を下ろした際も 現地のトンガ人と接触することは禁じられています、写真などでもも上がが、ってていいまますす。全員防護服も着用していますそれぐらい厳しい状況で、厳しいコロナの制限の中で、支援物資が届けられているということが言えます。こう視聴者の皆さんも、ですね、やはりこう人的な支援が足りてるのかなという心配もあると思うんですけれども、そのコロナの対策があるとなかなか人的支援というのは難しいですよね。 そうですね私も今日、えー、空港の、えー、トンガの空港の、えー、責任者ですねその方と電話で話をすることができました、えーえー、その方は今現在両立はできているというふうに話していました、うん、ただそれは現状輸送機でしか輸送あの支援物資が入っていない状況があるからですよね、うん、この後いわゆる本当に火山灰がきれいになってチャーター便であったりまた船の 物資が入る状況になると、やはり状況は変わってくると思います。うん、そうなった場合に、今のゼロコロナを維持するための,その非接触での支援物資の輸送というのは、まあ、本来はそのまま続けるべきなんですけれど本当に可能なのかどうか、うん、そこのマンパワーも今後の課題になってくると思います、うん、また今、フィジーでの,あの援助活動がまあすでに行われているということですけれども、どのような活動が今、行われているんですか。 フィジーでの延長活動、フィ、ね、ジーには、えー、私は今日取材したスバにはです、ね、トンガ人のコミュニティがありました、はいえー、トンガ人のコミュニティでは、まあ、現地への支援の輪を広げるためにです、ねえー、食事であったりとかお金の寄付を集める活動をしています、えー、そこで集まったものいわゆる今はそのさっきもお伝えしましたけど電話がトンガを通じるようになっているので今何が欲しいみたいな。 うん、そういった話を現地でできるんですねそこでこういったものが欲しいサングラスが欲しいマスクが欲しいそういった小さな、まあ、リクエストというかをコミュニティで吸い上げてそれを、えー、先ほどお伝えしたユニセフであったり現地の NGO が、えー、手配をして次のチャーター便に乗せて現地に持っていくと、うん、やはりフィジーではそういった細やかな支援を進めようとしているそういった印象を受けています。うん とにかく今トンガで必要なものって言うのは何なんでしょうか。はい。えー、今トンガで必要なものに関してはやはりあの水。えーうん、そこは上げられると思います。えー、実は今回の、えー、火山灰で。えもともとトンガはですね。雨水を貯めてそれを。えー、沸騰させて煮沸して。生活用水として使っていました。<ー>つまり雨水を貯めているタンクに。 火山灰が入るとですねそれはいわゆる汚染されるというかやはりそのまま飲めるものではなくなるんですよね。うん、なので今回の支援物資の中には水を浄化するためのタブレットであったりとか、うん、フィルターそういったものが多く詰められていますやはりまずは水が届くことでまあ命を長らえるというか続けることができるとそこがまず今の最初の段階かなとその次にどうこの環境を良くしていくかっていうことが次のステップになってくるのかなと思います。うん 実際にこうフィジーにいらっしゃってそのトンガの状況をよく知る人に取材できたりしていますかはい私は今日大学でトンガ人留学生から話を聞くことができました、うん、その場面で、ですね母親とトンガに住む母親と電話をしているその様子を聞くことができました。うん トンガでは今はその電話が通じているのでコミュニケーションを取れるんですけれども、やはりさっきもお伝えしましたように火山灰が残っている状況ですので、そのお母さんのリクエストとしてはやはりサングラスであったり、マスク、また高圧の洗浄機ですよね、うん、いわゆるその火山灰を吹き飛ばすための、そういったものが民間レベル、家庭レベルでも必要だということはおっしゃっていました。今回こののトンガの被害が あったことについて、我々日本にもこうなかなか情報として入ってこなかったというのがあると思うんですけれども。フィジーにも入ってこなかったということもあったんですか?。そうですね。あの先ほど今お伝えしましたその留学生もですね。実は噴火直後。えー、母親と家族から連絡があったそうです。うん、私たちあの噴火してすぐに連絡が途絶えたと思っていたんですけれども。実は一時間ほど連絡が取れたそうなんですね。えー その時に母親、妹ですねそこから、まあ、あの祈ってくださいと私たちが生きられるように祈ってくださいそういったメッセージが,などが届いたということです、うん、そこからですね1時間電話などをしていたということなんですけれども突然、そこから連絡が取れなくなったとつまりそのタイミングで全てのネットワークの回線が落ちたということだと思います。それから7日間 全く現地と連絡が取れなかったというこので、その間はやはりあの他の方にも聞きましたけれどもやはり家族の安否が心配だとそういった声は、えー、聞かれましたう今あのこう、視聴者の皆さんもですねあの松本さんがかなり汗をかいていらっしゃるのを見てトンガは暑いのかなっていうような<あ>まあ今、フィジーはというのもあると思うんですけどすその周辺というのは暑い地域なんですか、今。 そうですねあのフィジーは現在の32度ぐらい、えー、夜の10時なんですけれども30度ぐらいあります、えー、またトンガもですね、えー、ここ数日は雨が降っていない状況が続いていますつまり雨が降らないということは乾燥していますので先ほどお伝えした火山灰がですね舞い散る状況ですよねそうするとやはり、えー、鼻に入ってきたりとかそういった辛い状況はあると思います まあ少し離れた地域ではありますけれども日本人もこう島国としてそして火山が、ね、あの国の中にあるというのもあってちょっと法廷を置けないような状況だと思うんですけれどもわれわれ日本人からトンガの皆さんにできることっていうのは何かかあるででしょうかそうそすねあの寄付であったり、えー、物資の支援だったりということは言えると思うんですけれども、えー、トンガの方々はですね東日本大震災の時に、えー、民間レベルでおよそ900万円の、うん 支援金の方を日本に送ってくださいましたやはりそういったことに応えるためにも我々日本人ができることとしては、まあ、現地の情報を常に収集することそこで、そしてその上で何が今必要なのかそれを考えて寄付であったり物資の輸送、うん、そういったものを行っていくことではないかと思いますわ、うん、かりました、松本さんありがとうございました。